どうも、ルジクニでございます。今回は星座の塔ベテルギウス戦をねお届けしていきたいなと思っております。究極セイレンでみんなかなりパワーアップいたしましたので、そろそろねこいつを倒せるんじゃないかということで、ギルメン一同協力してねこいつに挑戦していきたいなと思っております。その様子をノーカットでお届けいたします。ここでね私ね気づいてなかったんですけれども、狂乱会場の後に座ってしまっている、ちょっとね画面が忙しすぎて座ってしまっているということに気づいておりません。そして、立ち上がらずにスキルが使えないという状態のまま過ごしております。が下せないのはですね、この後ダメージ受けてるんですよね。これゴリゴリダメージ受けてるんですけれども、立ち上がらないというね、ダメージを受けても立ち上がらないという状態が続いております。でテトラボルテックスを食らってしまって倒れてしまうが、そのまま火力勢が押し切ったー、来たこれ、ついにやりました。星座の塔クリアでございます。いやー長かった。実装されてからね、本当に何回も何回も挑戦して、いやこりゃ厳しいなーって感じだったんですけど、無事ね、クリアすることができました。現状実装されているエンドコンテンツ、すべてね、挑戦してクリアすることができたんじゃないかなと思います。いやこれをね、すごい方々はペアとかトリオとかで攻略しているって言うんだから恐ろしいもんですよ、本当に。いやー無事よかった。何回もね挑戦に協力してくれたギルメンの皆様には本当に感謝でございます。まあただこれね、登頂してもね報酬がちょっとねしょぼいような感じなんだよね。まあ、だけど、一人だけアクセサリーを直でもらえるみたいなので、まあ、その運ゲーかな？アクセサリー欲しいね。まあ、そのうちね、うちのギルドもこの星座の塔アクセサリー作成にね、着手し始める形になるかなと思います。ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。少しでも楽しんでいただけた方は、ぜひとも高評価していただけると幸いでございます。また次回、またねー。